はい、どうもすなちです。今回の動画なんですけども、今回の動画は今映っているこちらの石ではなくて、はい、この子ですね。この子は僕が飼育しているハルマヘラパイソンの姫ちゃんですね。で、今回ね、この子の床材がねだいぶ汚れてきたので、まあ、交換するついでに、ね、ちょっとねこの子の撮影をしようかなと思って撮影しております。相変わらずね美しいんですよね、姫ちゃん。最近はねなんか調子も良さそうです。結構ね前まではなんだろうな、すぐ体がね黒ずんできたりとか、なんか顔周りが特に鼻先が結構むけてたりしたんですけども、今はそういったこともなくてね、このすごいね虹色の光沢を持ったとても美しい、まあ、体の、まあ、皮膚のね状態なので、まあ、調子はいいんじゃないかなというふうに勝手に思ってます。まあ、ご飯もねしっかりと食べてくれてますね。姫ちゃんちょっと調子は良さそうなんだよね。ちょっと飼い主目線だからちょっとどうかわかんないけども、本当のところはねわからないんですけども、まあ、しっかりご飯も食べてくれてるので問題ないでしょう。こんな感じでね、この子結構ねちょい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 おしっこをねちょび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 するタイプなんですよ。で、まあ結構ね毎回取ってるんですけども、それでもね残ってるので、今日はね総取っ替えしようかなと思っております。はい、ということでね、ちょっとね床材の方を交換したいので、姫ちゃんにはちょっと出てもらいましょうか。ごめんよ姫ちゃん、ちょっといいかな、ちょっと出てもらってもいいですか。そんなに怒らないでもらってもいいですかね。はい、姫ちゃんおいで、よいしょよいしょ。はい、ということで、まあ、せっかくなんでね少しだけねハンドリングさせてもらいましょう。いや、触り心地がマジでいい。他のヘビにはないね。なんだろうな、しっとりしてるんだけどもサラサラしてて、で結構意外と柔らかい、とてもいい触り心地です。ほら鼻先の状態もね結構いいんですよ。前までね結構めくれてたんですけども、とてもいいあ、ごめんごめんごめん、怒らないで。可愛いですね。じゃあね、この子にはちょっと別のところに入ってもらって床材をね交換したいなと思います。どうでしょうか、ハルマヘラパイソン。ずっとこうやってね触ってたいですね。でもね、この子にね締められるとなかなかねほどけないので、まだこんな緩いうちにやってしまいましょう。はい、ということでね、ちなみに僕の、このハルマヘラパイソンの飼育環境なんですけど、こんな感じになっております。使用しているケージは僕が自分で作った自作のケージになってます。横幅が1700mm くらいで、奥行きが550くらい、高さは480mm ないくらいかなの自作ケージで飼育しております。で、床材はねヤシ柄ですね、ヤシ柄を使って、で水入れ、ちょっと大きめのね水入れと、ちょっと見にくいんですけど、ここに加湿器のホースを出して加湿しております。で、100均のね人工用の植物と、ホームセンターで買ってきた石ですね、こいつがねなかなかいい味出してます。で、止まり木にこの塩ビパイプを使ってます。で、一応僕の家では紫外線ライトを使っております。まあ、必要かどうかはちょっとわからないんですけども、まあ、ケージが横に広いので、
まあ、紫外線がある部分を作ってもいいんじゃないかなということで作っております。まあ、別に姫ちゃんもね、紫外線を避けているような様子はなくて、まあ、ここにいたりとかここにいたりとかするので、まあ、あっても問題ないんじゃないかなと思ってます。で、まあ、ここにね、ダントツも一緒に置いてあるので、ここがね、ホットスポットみたいな感じになってますね。まあ、温度的にはまあ高いところでまあ30度ちょっとぐらいかな、で寒いところでも26度って感じですかね。湿度は比較的高めですかね。こっち側で、まあ、60% から、まあ、70% ぐらいで、こっち側がね、まあ、多湿エリアになっていて、まあ、多分80から90ぐらいあるんじゃないかなと思います。今ね、このガラスの扉を外してるんで湿度は下がってるんですけど、まあ、それでもね、こっち側60か、これ60ちょっとないくらいなんで、湿度は高めにしてます。結構、まあ、うちの姫ちゃんは皮膚がねポロポロっとむけやすいので、湿度高めにしています。はい、じゃあね、この古くなった床材を捨てていきましょうか。はい、ということで床材をね変えました。綺麗になりましたね。といってもね、多分、見てる感じではあまりわからないかなと思うんですけども、綺麗にしました。じゃあこの綺麗になった環境の中に、姫ちゃんをね戻していきましょうか。で、姫ちゃんはねこちらのここに入っております。いない、めちゃめちゃ奥の方にはいるじゃん。ちょっと映らないかな。はい、姫ちゃんはねこんなに奥の、よいしょ、こんなね奥の方にいます。じゃあ、ね、ちょっと姫ちゃんはね、ちょっとごめんよ。そーっとね、そーっと、そーっと、そーっとね、めっちゃ見てるやん、めっちゃお手手見てるやん。はい、おいで、よいしょ、じゃん。いかついね、でも可愛いね。すごく気にしております。はい、そうしましたらね、姫ちゃん、いや、めちゃめちゃ可愛いんですよね。いかついんですけどもね、いやー最高だね。ハルマヘラファイソン、僕めちゃめちゃ好きなんですよ。超美しい、尻尾もね可愛いね。最高のヘビですね。なかなかね、気性が荒かったりとか、まあ餌食いが悪かったりとか、まあ、飼育はねちょっと難しいのかもとかね言われてますけども、めちゃめちゃいいヘビでございます。戻る？姫ちゃん戻っていいよ。どうぞ。はい、戻っていいですよ。いつものお家ですよ。ちょっとね綺麗になったけど、
飼い主の腕といつもの塩ビパイプ、どっちがいいかな？全然動かない、まあ、やっぱりねワイルドなんでちょっとねボソボソっとなっちゃっているところはあるんですけども、まあ、それでもね美しいですし、まあ、その傷みたいなのがねまたかっこいいんですよね。あのはいどうぞ、もう大丈夫ですよ、戻っていただいてもいいんですけど、下の方がいいですか、地べたの方がやっぱりいいですかね。はいどうですかね。はい、おおいいねいいね、スルスルスルっと、あ止まった、スルスルといかない、締められちゃうとねほんとなかなか取れないので、ちょっとずつねグッと締められないようにしたいところなんですけども、うん、おいいね、ちょっとずつだけど緩いよ、ちょっとごめんね、はいちょっとごめんなさいね、ごめんね、ごめんよ強いな、やはり力はねすごく強いです。おおよし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 、はい無事にね飼育環境に入ってくれました。おいいね、ちょっと近づいて、えいいね、似合ってるよこの石とハルマヘラパイソンのかっこいい感じがねとても似合っております。あいいよ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 、姫ちゃんいいよ、いいね、はいということでね、今回の動画はねこの辺にしとこうかな。おもしかしてトグロでも巻くかい、意外と早い、トグロ巻くんだったらその姿をね見せて欲しかったんだけども、そうではない、そうでもない、あそういうわけじゃない、あでも巻いてるかな、これちょっと巻いてる、巻いてるのか、少しブサイクだな、はい、あ巻いてるね、ちょっとすごい隅っこだけども巻いてますね隅っこすぎない、ねえ姫ちゃんすごい隅っこだけども、そっち、あ出てくるの、あんまり出てくるのよろしくないよ、あちょっと待って、そっちをやめて、そっちはダメよ、そっちダメなの、わかる、はい戻りましょうね、戻ってくれる、こっちダメなのよ、こっちダメなんだよ、こここっちダメなのねえ、そんなぶりっこしてもダメなの、はい戻ってください、はいはい、こうですね、ということでね今回の動画は以上になります。もしこのハルマハイラパイソンの姫ちゃんがかっこいいかわいいと思ってくださった方はぜひぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう、バイバイ。かわいいな、だから隅っこすぎるのよ。最後までご覧いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。また他の動画もチェックしていただけると嬉しいです。